この際楽になろうかと思いましたので喋っちゃいます。おはこんばんちは、剣王です。知ってる人は知ってる、あられちゃんの挨拶から始まりましたけども、今日は月ヶ瀬というところに、まあ、梅のなんか花を見に行こうかなと思っています。ただそれ道中なんですけどね、それはそれでってことなんですけど、元ブログを始めて1年を経過したわけなんですが、ずっと実はね引っかかっていることがありまして、この際楽になろうかと思いましたので喋っちゃいます。何かっていうと、私今乗ってるのは GSX250R なんですけども、型番っていうかな、バイクの名前を言うたびにちょっといつも詰まってるんですね私で、なんでかなっていうのはあるんですけども、それはですね、呼び方が実は私違いまして、もともとは違う呼び方をしていました。まあね、今ね、あの動画がいっぱいありますから実際の発音ということで、よく言われているのが略称としてっていうか愛称としては GSX のことをジスペケ、 GS のペケ、ジスペケって呼ばれていますよね。こちらの方はね有名かなと思います。ジスペケってね言われています。 GSX のことをですね、私はまあ、当時乗ってた時はジスペケではなくてガスペケって呼んでました。ガスは GS、ガソリンスタンドのガスですね。ガスペケ、 X をペケと呼ぶ発音で、ガスペケっていう風に呼ぶよって聞いてたんです。それ以降ずーっとGSX のことはガスペケ、ガスペケって呼んでたんです。これがね、まあ、自分の中にこう身近な言い方になってしまってたので、20数年を超えて復帰してきたんですが、戸惑いましたね。元ブログをするにあたって、ね、名前を、叫ばなくちゃいけないというか喋らなくちゃいけないんですが、試乗会にしても何にしても GSX っていうのをジスペケって、まあジスペケという言い方あんまりしてませんけど、 GSX250 とか GSXR250、 GSXR750、 GSXR1000R とか、いやー言いにくかった、言いにくいんですよ私にとっては。80年代後半ぐらいのレプリカマシーン全盛期と言っていいぐらいの時に、まあ、バイク乗ってましたから言い慣れてないんです。未だに慣れないんです。逆に、まあ、強制しようとしてたんですけどね、やめようかなって強制を素直にガスペケって呼ぶかなって思いましてね。で、海外に目を向けると送り合いをいただきました、ありがとうございます。海外に目を向けますとね、 GSX-R のことをジクサーって呼ぶらしいですね。そこはちょっとピンとこないんで逆に馴染まないんですけど、まあ、ガスペケってこれから自分のことを、自分のマシン、まあ、GSX のことをね、ガスペケって呼びますんで、心のつっかえ取っ払っちゃいますんで、もう完全復帰っていうんかな、昔の言い方に戻しちゃおうかなって聞いてて、時々ねガスペケって単語が出てきて何言ってんねんこいつみたいな感じになるかなとは思うんですけども、まあ前もって言っておこうかなと思いまして、ガスペケ、ジスペケ以外に言い方がもしあるんだったらね、こんなのもあるよみたいなのがあれば教えていただきたいなってのもありますよね。こう地方なのか時期なのか、ね、人によってこう言い方が違うという、それはそれで GSX シリーズですね、これの、まあ、長い歴史かなと思いますね。人によってこのイメージっていうのがあるかなと思います。
僕の中では、ガスペケは丸目2つなんです。丸目2つじゃなきゃガスペケじゃねえやって思ってるところが正直あります。今のやつにしてもフラッグシップにしても単眼って言われてるところにはちょっとうんって思いますね。当時の80年代後半ぐらいの、ガスペケシリーズはみんな丸目2頭だったんですよ。まあ丸目2頭といっても他のメーカーもみんな丸目2頭が主流でしたからね、当時ね。だから違和感を持ってるのかもしれませんけどね。当時当然 LED なんかありませんでしたしね。ダラダラと喋ってしまいましたが、一応ガスペケっていう言い方にまあしますねっていう、まあ、お断りですね。そんな、くだらない、もう皆さんにとっては本当くだらない内容だったかなと思いますけど、まあ、よろしくお願いします。では一旦、ここで動画を締めたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またどこかの道でお会いできたらと思います。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。